栃木県出身、加藤和弘厩舎所属、水沼元気です。え、<laughs> 丹波裕二騎手です。え、丹波裕二騎手は、人間性がすごくよく。あ,あいっまず、社会人の大人になっていきたいなというふうに思っています。騎手を目指したきっかけは。教官をやっています。え、叔父の。引退レースを見に行った時に、競馬を見て。馬と騎手が人馬一体となって走っている姿を見て、かっこいいなと思い。 技術を目指しました。強みとしては人よりも力があるので、そういった部分を機場面でも生かしていきたいなと思っています。まずは初勝利をすることです。その後は新人賞を目指して頑張っていきたいと思っています。調教師の加藤和弘先生が技術時代に勝っていた日本ダービーを一つの目標として勝ちたいと思っています。趣味はクレーンゲームです。 ゲームセンターに行って、なんか、ぬいぐるみだったり、お菓子だったり、取るのが楽しいです。あもう一人でも行ってしまいますし、誰かと遊びて行っている時も寄ってしまう感じですね、つい、特技としてなでも取れるような感じになりたいですね。一生懸命、競馬に向き合って、少しでも多く勝てるように、頑張っていきたいと思います応援よろししくお願いします。